キムソナは、韓国の女優。継承北道テグ市生まれ。身長171センチメートル。血液型 A 型。妹、弟がいる。中学1年生の時、家族で日本に移住。高校卒業後に渡米。インディアナ州立、ボールステライト大学に在学中、モデルのオーディションに合格。韓国の景気大学公演劇映画化に編入。雑誌などで、 モデルとして活躍。1998年、勝負師でドラマデビューを果たす。その後、映画へと活動の場を広げ、主演作をヒットさせる。2005年、役作りのため10キロ太り挑んだ、主演作、私の名前は、キム・サムスンが韓国で50%を超える視聴率を記録し、一躍国民的女優になるが、事実無根のスキャンダル。 さらに監督との意見の相違から降板した映画、セブンデイズの配給会社との訴訟でしばらくテレビから姿を消した。3年後、ドラマ、ラブトレジャー、夜になればわかることでカムバック。日本で中学、高校を卒業しているため日本語が堪能。また、ドラマ、ラブトレジャー、夜になればわかることでも流暢な日本語を披露したり、映画、 イエスタでの DVD 特典映像の中の来日インタビューにおいて作品紹介をすべて日本語で行っている。ありがとうございます。